木渡は、青いか木渡族の一種の落葉鉱木である。学名ボンバックス聖馬。なお、同じ都賀に木渡の種め商名と同じ俗名の聖馬族、聖馬があるので注意。和名、木渡は、木になる面の意味であり、漢字では、木面で、も、区面とも読むが、木面と読んではならない。公面、コットンツリー、吉枝花、内枝花、綿の木、インド綿の木とも言うが、 この呼び名は、どうかのベッシュパンやセイバペントンドラと、しばしば混同される。熱帯アジア原産。中国では、古代から栽培されている。とっくり木は谷にて、麺に包まれた種子を飛ばし、幹に棘がある個体も多いが、幹がとっくり型にならないことや、葉がやや大型で巨子がなく、商用兵が明瞭な点で、区別できる。鮮やかな赤色をした肉質の五弁花を春に咲かせる。 花は、木綿毛、黄綿毛と呼び、う花茶などの両茶に使われる。種子には白い毛が生えており、枕、布団の綿などとして使う。木綿の花は、関東省甲州市、長州市、四川省、吉枝花市、台湾高雄市などの市花であり、金門県の県花である。また、甲州市を拠点とする中国南方航空のシンボルマークのモチーフになっており、 同社の期待の垂直尾翼に描かれている。桜のように花が葉よりも先に開き、幹がまっすぐなことが多いため、中国では英雄の木ともみなされている。香港の作曲家、歌手であるテディロビンは、公面という楽曲で中国人の気骨のイメージにこの木を取り上げている。ありがとうございます。